はーい、お疲れ様です。元光です。今回のお話もなんですけど、ビッグモーターに関するお話なんですけど、こちらの記事ですね。スーツは洋服の青山で、新幹線は普通席。ビッグモーター、金重宏行社長のドケチ伝説と2代目 MBA 息子の傲慢ライン説教っていうね、こんな記事なんですけど、元光、昨日ですね、動画で話した内容の中に、副社長、まあ今、元凶だと言われている、今回ね、不正問題で とかいろんなことの元凶だと言われている副社長。 わあめっちゃ嫌われてたぞーっていうのをね幹部がリークしちゃってるっていうようなねそんな話だったんですけど、まあ、幹部ラインの流出とかねむちゃくちゃなこと言ってるっていうのもね言われてて他にも幹部元幹部だった人がいろいろ語ってくれてんですよねでその中ではね社長は割と、えー、まあ人望があったというかそれなりにあのすごい人っていう目があったみたいなんですよねただ2代目のこの副社長もうこいつやべえぞーっていうことで ということで、一人だけ圧倒的に嫌われていた副社長だったっていうね、そんなお話ですね。ということで、見ていこうと思います。もどみつのチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、こちらの記事なんですけど、結構長いんですけど、サクサクっとちょっと見ていこうと思います。ヘッドライトのカバーを割る、ドライバーで車体に傷をつける、靴下に入れたゴルボールで車体を叩く、顧客から預かった車を故意に破損させ、保険金を水増し請求するという、前代未 不祥事が発覚した中古車販売大手ビッグモータータ一体トップはどのような人物なのか元幹部が社長と2代目として実権を握っていた息子の素顔を明かすって元幹部だよ元幹部からリークされてるわけなんですけど事業計画書に記載されていた狂ったように出店するということで息子に社長業を任せるようになってからどんどんおかしくなっていったと聞いていますということでもうどの 社員もそうですし、もうこの幹部とかもそうですけど、いろんな人から口に出るのは、副社長がやべえぞと、あっこから変わったんだっていうのを、ね、言われてるわけなんですよ。で、こう語るのは、数年前まで、ビッグモーターの中古車販売、営業部門で幹部社員だった A さんだって、まあ、リークしてるわけだから、裏切ってるような形になってて、同社が急成長を遂げるさなか、創業者である金重博之社長の経営手腕を間近で見てきた人物であると。 とということでもちろん私がいた頃も世間一般に比べれば長時間労働や上司のパワハラは日常的にありましたし俗に言うブラック企業でしたまあこれだけだったら、まあ、ここまで問題にはならないと思うんだよね。 ただ、バリバリの営業系企業ではありがちな範ちで、今回のように顧客を裏切るよう上司が部下に強いるようなことはなかったとっいうことで、まあ、ここは、ね、否定してるんですよねで。現在は全国に300店舗以上展開しているビッグモーターだが、A さんが入社した時はまだ30店舗くらいだったって、そこから一気に急成長したわけだよね。そそこから200店店舗ままででははすじいスピードでしたた実際事業計画書にに狂ったように出店するとその、ま まの表現でで書かれていいたくらいです金重さんは同業者のガリバを捉えた日本一を取るといつも社員たちに葉っぱをかけていましたということで、まあ、社長自体はまあ1台で築き上げてるし。 そのパワー自体は多分あったんんだと思うんですよねでマカオ社員旅行で見せた弱気すぎるギャンブルということで、まあ、ちょっとこれ外れてくるんですけど経営者としては謙虚で自分にも厳しく部下をやる気にさせることに長けていたと評価するとあいつはダメだと考えたら決断は早くて1ヶ月も経たないうちに降格させることもありましたいやこれはあんま良くないんじゃないのってただ次のチャンスはちゃんと与える人です頭ごなしにどられたことは一度もありませんということで、まあ、この幹部 のの人は一応ねその社長のやり方っていうのを、ねまあ、擁護してるわけですね。まあ、一人一人を見てるよみたいな、ちゃんとね、えー、社長業やってるというような風に多分捉えてるんだと思うんですけど、たまに声を荒げることはあるのですが、いけんいけんってすぐに冷静になって、あんまり怒らせんとってよ、年なんじゃけ、死んだら困るじゃろうなどと取りなしてくる、えー、社員には新入社員であっても必ずさん付けで呼ぶ人で、私たちも金重さんと呼んでいましたと。まあ、これだけ聞くとね、まあき 厳しい中にもいい人なのかなって感じはちょっとしちゃいますよね。うん、で、全国の店舗を暗慮するときも、一人で電車を乗り継ぎ、最寄り駅から歩いてやってきたという、新幹線も指定席すら取ろうとしないので、幹部になってもグリーン車は乗りづらかったと振り返ると、スーツも好んで安物をまとい、これ洋服の青山で2着セット、3万だったけど高く見えるじゃろうって変な自慢してくる、ちょっとここね、おかんお大阪の人っぽいね。 えー、元光もなんかそういう風に染まっちゃってるんですけど、まあ、気持ちはわかるこれはで、えー、めっちゃくちゃケチなんですニュースなどで彼が住んでいた東京目黒区の20億円豪邸がクローズアップされ金満社長のようなイメージがついて回っていますが私が知ってい,ていた頃とは全く別の姿ですって 車も BMW やベンツの中古車を買う。私たちも金重さんが E クラスなら、俺らは S には乗れないなぁと遠慮していましたということで、あれなんかね、むちゃくちゃやってる社長っていうイメージじゃないみたいなんですよね。で、社員旅行で孫に行った時も、みんながカジノ行くなら、俺もついていくとついてきたが、だが、1万円分しかチップに変えず、2000円から3000円分のチップをチコチコとルーレットの赤、黒にかけ、3回くらい連続して外れると、 もういいと言って残りのチップを社員にあげて先にホテルへ帰ってしまいました。ケチだけどお茶目な人なんです。ということでなんかこのエピソードが聞いてると、ま、社長ってそんな悪い人じゃないのかなって感じがしてきちゃいますね。ま、確かに記者会見でもなんかこの人今の事態の大きさわかってんのかなっていう部分はあったんですけど、ま、なんとなくねそう言われるとつ褄つま合っちゃいますよね。 まあ、むちゃくちゃ真面目というか、なんというかで。高卒でも幹部になれる会社ということで、ただ、社員に飴を与え、モチベーションを上げることに金を惜しまなかった。このマカオ旅行も A さんが店長時代、保険契約1億円を達成したことで、店の社員全員,全員に対して与えられた保証旅行だったっていうことで、なんか聞けば聞くほどいい人に聞こえちゃうね。私が勤め出した最初の頃は、店長会議は福岡で開かれるのが恒例でしたが、会議を終えた後はもつ鍋屋で食事会。その後 ラウンジに連れて行ってくれましたけれど金重さんは最初の乾杯だけ付き合ってあとは好きに審査いと言って帰ります古株の先輩は昔は遊びになったと、えー、話していましたが私がいた頃は女性絡みの話は噂でも聞いたことはありません給料も同様だ成績を出したものは報われダメなものは一向に上がらない営業成績の良かった A さんは1,2年で給料が800万円を突破最終的には2000万円近くにまで到達したっていうことですごいねで学歴は不問で高卒の人 人でででも結果を出出せば出世できる会社でしたただ体育会系のノリについて来られない人はどんどん辞めていきます私も最初の頃はお客さんと商談中に上司に呼ばれ あのお客帰らせたらおめえも今日帰れんけえなーってよく詰められましたよ発祥の地が山口県岩国市なんで社長だけでなく社員も上の連中は広島弁を使う人が多いんですっていうことで幹部がいろいろ喋って、まあ、社長がなんかねむちゃくちゃいい人だよみたいな、まあ、近くにいてお世話にもなってるから言ってんのか、まあ、そこら辺もあるとは思うんですけどただこっからね問題が起き始めるんですよ2代目になってノルマが厳しくなったって離職率が桁違いに高い 高いことを示す数字もある。それは社員番号だ。入社順に投資番号で付けられ、2000年代に入社した A さんは1000番台、だが2、3年前は2万台で、今は4万台だと聞いています。同社のホームページには社員数6000名とあるが、次々と入っては辞めていく会社なのだと。あ、えー、やっぱパーフラチックなところは元々あったんだね。で、金茂氏というカリスマ的ワンマン経営者の下、急成長を遂げてきたビッグモーターがおかし しくなり始めたののは2018年頃のこと金重氏が社長業を息子の宏一氏に任せるようになってからだったってやっぱり元凶だったのかってこの幹部も言ってるんですよね宏一さんになって一段とノルマに対するプレッシャーが厳しくなったと聞いています私は営業畑だったので修理工場のことはそこまで詳しくありませんが私のいた頃つまり金重さんが目を光らせている頃はこんな不正は絶対にさせなかったと全力でカバーしてるねカバーというか フォローしてるねこの幹部の人は社長のこと。で、節々で見せてきた MBA 仕込みのガン詰めということで、光一氏は早稲田大学卒業、海外で MBA を取得して入社してきた。小柄な体型から社内でつけられていたあだ名はコナン君。A さんも金重氏から頼まれ、光一氏と一緒に現場を回ったことがあるというと、まあ、幹部だったもんね。で、一言で言うと、生意気です。<laughs> 急に、急にね、社長のことはめっちゃよく言うのに、光一氏のことは。 もううう一言目から悪口でですすね今の指導ってどういう意味定額的な社員が多い会社で自分は MBA を取得しているというプライドをどこかしら出す人でと、まあ、プライド高かったんだねで外部での商談でも同様に強気な姿勢でそれじゃダメだと思うんですよなぜ用意していないんですかつまりこれは準備不足ってことでいいんですよねそれはあなたの権限で言ってるということで大丈夫ですよ と、矢、え、継、ー、ぎ早にゴリ詰めしていました、スイッチが入ると止まらないタイプで、MBA 仕込みで、便が立つんですと、まあ、とにかくリズメリズメリズメで追求しまくると、まあ、いい部分でもあるんですけどいや、まあ、これが完全に逆効果になっちゃってたわけですよね、結果的には。周囲はやりにくくてしょうがなかったが、金重氏は息子を評価していたというと、まあ、親だから、ねまあ、かなりの親バカなんじゃないのかなと思います。1ヶ月社内を見せた後 レポート金重さんは息子さんに早く継がせて引退したかったんでしょう私がいた時は全く手を出さなかったんですが5年ぐらい前からゴール三昧だったようでって、まあ、完全に親バカな感じがしますねだから金重社長はそれなりに人望あったのかもしれないですけど結局教育っていうところでミスっちゃってたんじゃねえのかなって思いますでギいとしか言えない雰囲気だったと だが、光一氏が副社長になり、現場に激しく数字を求め出したことで、不正を起こすようになってしまったのだーって。辞めた社員からは、共有ラインでの叱責がいや凄まじかったと聞いています。金重さんの時からそうだったんですが、あの会社の社内コミュニケーションは、LINE ばかり使われていて、私も10から20くらいのグループに入っていた。えあそういう、あ、まあ、幹部だからか。幹部だからそういうグループに入ってて、光一さんは、共有ラインの中で、 を激や、ね、めた社員から LINE を見せてもらったこともありますが人格否定するような激しい文言であああのまま悪化していったんだなと思いました年上の取締役たちも小一さんのご機嫌取りに必死で虚偽としか言えないくらいの雰囲気になっていたと聞いていますということでもう完全に元凶状態だね問題発覚後金重氏は現場に復帰し今思った 体制の立て直しに躍起になっているというが、あ現場に復帰してんの、社長。まあ、あの名前はもう完全に外してるけどってことかな。で、ここまで失墜した信頼を取り戻せるものなのかって、もう戻せないよね。もうこうなってくると、本当にこの金重光一氏、元凶って言われてる、この人が前に出てきて、 え謝罪しないと何にも話は進まなないかなとまあそれでそれでも多分ほぼほぼアウトなんじゃないのかなって思いますけど最低限それはやらないといけないんじゃないのかなと思いますよねもうこんだけその幹部とか元社員の人たちからいろいろ情報が出てきて孝一さんはやばかったって言ってるんであればもうどう考えたって元凶ですよね調査報告書とかにも孝一さんの名前自家で載ってるわけだからまあとにかく一人だけあって 的にみんなから嫌われてるそんなね副社長だったっていうようなねそんなお話ですね、えー、いろんな人の意見も見ていこうと思うんですけど謙虚で自分にも厳しく部下をやる気にさせることに長けていたってこれ社長の話だね無知だけではなく飴もちゃんと与えていたらしいお父さん一方早稲田 MBA 仕込みの息子は厳しいノルマに激しい失責人格否定も勉強のしすぎで人間性がおろそかにってお父さんも仕事一筋で育て方をってまあここも関係 してくるよねやっぱお父さんの教育っていうものがやっぱうまくいってなかったんじゃないのかなと親バカっていうのがねで、えー、勉強のしすぎで人間性がおろそかでというかまあお父さん社長は一代で築き上げてね、まあ、実績があるからさ社員もそれはパワハラとか受けてね、えー、ちょっとぐらいだったらそれ我慢してでもついていこうっていうねこの人はねすごい人なんだってわかるんですけど息子にいきなり出てこられて MBA 取ってるからって上からねむちゃくちゃなこと言われたりだとか変なノルマとかを、ね 作らられれたたりりしたらそれはもう無理だってなりますよねで社員たちも辞めていったりだとか、ね、今年入って1,000人辞めたりだとかプラス、まあ、こうやって、ねえー、流出してるわけですよ情報がリークされたりだとか、まあ、これがいかに人望がなかったかっていうのが見目に見えて分かりますよね、まあ、間違いなく現況はねこの息子の高一氏だとは思いますけどただお父さんの教育も関係あるんじゃねとは思いますけどねこちらもいいねさせていただきますねとかこれを読むと息子が真の先般 っぽいなあ多分ね、あの報告書で言われてる時から、まあ、ここら辺がね、えー、ポイントだったんだと思います。とか、他には、だんだん実態が見えてきたって、息子の副社長が行かれてたんだなって、5年くらい前に実質的に引き継いだようだが、あの電通がコンプライアンスに問題があるとの理由で、ビッグモーターと取引をやめたのもその頃だった気がするっていうことで、いろいろとそっから歯車が、ね、崩れ始めたみたいなんですよね。とか、他にも、 えー、アホな2代目で潰れる会社多すぎーっていうことで2代目はおかしいぞーっていうふうに言われてるんですけどいやまあ2代目に代わって経営不振だとか、まあ、そういうので潰しちゃうっていうのは聞いてもねあなるほどってなりますけど。ただ今回の話ってささお客さんにどん だけ迷惑かけてんのっていうような。そんな潰れ方じゃないですか？なのにその2代目は表に出てきて謝ることもしないって。そんなのね。まあ、今のその表に出さなかった。このお父さんも問題だと思いますけど。 結局、いろんなところを隠してきた不正の最後のケツを吹くところでも何かを隠して、えー、解禁を行っているわけであれば、このビッグモーターの改善するっていう意思は全く伝わってこないよね。ということで、今回のお話は以上です。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元三のチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。